この動画では小林正観さんの本をもとに考察をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。1992年から2019年に活躍したプロ野球選手のイチロー選手をご存知の方も多いと思います。プロ野球におけるシーズン最多安打記録保持者、262安打であり、通算安打世界記録保持者でもあります。驚異の通算4367安打でギネス世界記録に認定されています。ではなぜそんなに打つことができたのか。もちろん文字通りの天才であり、努力家としても知られています。がしかし小林正観さんはそれ以外の秘密を本の中で紹介されていたので、この動画でご紹介します。良い成績を残す選手の特徴。イチロー選手は時間があるとバット、グローブ、シューズを自分で磨いていたようです。選手によっては雑用係、グラウンドボーイにさせたりしますが、イチロー選手は自身が感謝の気持ちを込めて磨いていたようです。さらにヒットを打って走り出す時もバットを放り投げたりせずに、そっと地面に置くように手から離していたそうです。そうすると何が起こるか。それが次です。道具にも魂がある。道具にも魂があり、意志を持っているようです。そして感謝したり、大切に使ってくれる人に対して手助けをしてくれるみたいです。具体的にはイチロー選手がバットを構えたのに、予想よりもほんの少しボールがずれたところに来たら、バット自身がイチローさんにはいつもお世話になっているからと、ボールがマシンに当たるようにバット自らほんの少し動いていたのではないかということです。そんなバカなと思うかもしれません。ですがイチロー選手と同じような練習メニューや努力をした選手は他にもたくさんいるはずです。それなのにイチロー選手が世界記録を残せたのは、やはり神様の支援を受けていたと言えるのではないでしょうか。ものには意志がある。イチロー選手のように好成績を残したいと思ったり、もしくは会社の業績、売り上げを伸ばしたいのなら、普段使っている道具やお世話になっている人々、そして目に見えない存在、神様などに感謝をすると、神様からの支援は誰でも受けられるようです。お金にも意思がある。さらに私たちが毎日お世話になっているお金にも意思があると正観さんは言います。お金に感謝をしたり、お金を自身の欲のためだけに使うのではなく、人に喜ばれるように使っていると、お金自身がまた戻ってくるように働きかけるのだとか。いかがでしょうか。今回はイチロー選手のお話をご紹介させていただきました。この動画をご覧になった方の多くはスポーツ選手ではないと思います。がしかし一般人である我々でも、日頃から周りの人や物、そして目に見えない神様などに感謝をすると、神様からの支援を受けられて、お金に困らなくなったり、人間関係がスムーズにいくなど、人生を楽にすることができるみたいです。ぜひ参考にしてくださいね。この動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しい。楽しい、大好き、幸せ、ついてる、愛してる、ありがとう。